こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。静岡記念競輪もいよいよ最終日、決勝戦の予想をしたいと思います。はい、決勝はご覧の通りのメンバーになっております。3連勝で決勝に勝ち上がった平原が、えー、完全優勝を狙います。はい、えー なら、展開とし、展開といいますか、並びとしては、あの、ご覧の通りを四分線。えー、近畿両者。えー、関東三人ですね。それから、あの、和田には、わ、成田。えー、神奈川と福島。えー、岡山の鳥取に、えー、 宮城の大月。まあ、和田、成田の南関、東北はまだ、あの、よく結束、連携するラインなんですけど、鳥取、大月は全くの別地区になります。で、三連単の支持率はやはり、 平原が圧倒的な指示を集めてますね。はい。吉田が早めに叩いていって、あの、平らはらが番手まくりするんじゃないかなと。で、えー、近畿がそれを巻き返してきて、絡んでくるんじゃないかなという予想が多いみようです。では、あの、私が考えた展開です。 えー、3パターン考えました。まず A のパターンなんですけど、すんなり吉田が先手を取った場合です。ま、これにも実は2パターンありまして、あこれはあの S を取るのが、前取りをするのが、どのラインかというのにかかってくるんですけど、自分はあの関東が前取りをするんじゃないかなと思いました。 まあ、古生が取ってもいいんですけど、まあ、関東かなと。で、えー、吉田は残り2周あたりから誘導を外しながら、チラチラっと、あの、後ろを形成して、えー、ジャンスギから、一気に、フルピッチ持っていくという流れを想定してます。まあ、こうなると、 ん平ひで仕方ないのかなという感じで、チャンスがあるのはこの、えー、378の後ろ51まででしょう。ちょっとあの49、まあ話題がすごいスピードに乗れれば別なんですけど、後ろは基本的には厳しいと思います。で、B のパターン。 これがですね、378のインで51が粘るパターンですね。まあ、いろいろあの粘るパターンあると思うんですね。基本的には378がこう流す,流すところといいますか、後ろを牽制しているんですけど、それでも51が叩いてしまう。やはり378にそのままフルピッチへかけられると、その時点で 終わってしまうんで、51も一度、あの、インを切って、高速でもインを切って、378を仕掛けを待つんじゃないかなと。で、2番目のパターンとしては、378が後ろで、後ろま、後ろから攻めて、51が前を取ってイン待ち。で、378が一気に叩いてくるので、51をペース上げて、 えー、ンを飛びついて、えー、平原をどかしにかかるという流れですね。え、もう一つありまして、えー、吉田が、あの、多分、えっ、ー、と、残り2周から、まあ、後ろを牽制するとなると、イエらーらゆる期まで吉田が上がるということは考えられます。そうなったときに、 陰を古生がすくって、えー、平原のとこを狙ってくるんじゃないかなと。まあ、えっ、ー、と、吉田平原の関東を倒すには、この関東を空中分解させないといけないんで、それが一番できるのは古生なのかなと。いや、和田や鳥取は後ろは別地区ですからね。 足を溜めて、えー、持つとこから仕掛けることしか考えてないのではないかなと。ただ、この B パターンになってあの、粘りますと、3マあたふたするんで、それだったら鳥取、あの、あ、これ緩んだ。いけるんじゃないかなということで、6-2で叩いてくるという想定も考えられます。 もう一つのパターンが、もう、あの、そういう飛びつきとか、故障は飛びつきとか関係なし。もう、あの、後ろに村上がついてんだから、もう、あの、後ろは関係なく、いって、行ってしまえと。 いうことで、叩いて先行するパターンです。でこの場合なのですけど、気になるのが、吉田がですね、あ、えっ、ー、と、B の時より、故障がちょっと遅いタイミングかの、なの、になるのかもしれません。なぜなら、故障は早く、あの、ン切って、陰切って、先頭に出ると、絶対吉田巻き返してきますから。 そうなると B のパターンになるんじゃないかなと。ただ、C のパターンだともう少しタイミングが遅くて、まあ、吉田がピッチを上げてしまうとは思うんですけど、それでもあの強引に故障が叩いていく。まあ、もしくは吉田が単純に油断しているかもしれないですね。あのでも故障は先行しようと。 した場合で、えー、ここで,ですね、えー、っと、神山の外に和田が乗ってるような感じになるんですけど、和田がどうするかなっていうのが少し悩みました。古書、を村上についていけばいいんですけど、外で並走になる可能性もあって、それだったら相変わらず、 あの、五一にはついていけず、いかずに足を溜めればいいのかなという気がし、えー、気もします。で、五一ができた後、結構三がアタフタしてた場合、まあ、あらはも切り替えの準備をするんでしょうけど、こう故障が流すか流さないかなんですけど、 流した場合はまた62が叩いていくケースがあるんじゃないかなと。まあ、基本的にこの3パターンの展開なんじゃないかなと。A が一番多いとは思うんですけど、まあ、残りの2つのパターンもあるんじゃないかなと。まあ、どちらにしましても、 えー、和田や鳥取は緩まないと叩いていかないですし、和田は、あの、もう持つとこから最後の得意のまくり狙いにやって、もう自分が優勝するっていうのを、まあ、鳥取もそれは考えていると思うんですけど、鳥取は緩んだら行っていいんじゃないかなと。和田はゆ緩んでもそこが、あの、 最終法前だったら、まだ行かないっていうのは考えられると思います。で、えー、っと、この A、B、C、どれになるかと思うんですけど、A は捨てました。やっぱり、ここ最近の競争を見ててを、故障はなんかしてくると。絶対そのまま378の後ろへ黙ってないんじゃないかなと。 378がすんなり叩いて剪定を取って、7が箱で番手まくりを打てる展開に簡単にしないんじゃないかなと思いました。飛びつきか先行ということですね。もしくは、378を切って62が叩いてくるのを待つ。 そこでですね、えー、その後ろに回る村上を本命にしました。村上もですね、そんなに今場所できいいとは思えないんですけどね。ただ、あの、結構決勝戦になると、あの、 変わるところがあるんで、全日本選抜なんかもそうだったですね。そんなに、あの、準決勝まで良い感じはしなかったんですけど、えー、決勝戦になると、あの、弟の村上博之が指してきても、まあ、新田には負けましたけど、さ、差はそんなにつまらなかったですからね。それで準優勝。 やはり、あの、村上兄は、決勝戦で光るんじゃないかなと思いました。えー、村上兄から、えー、古生が本戦。それからですね、まくってくる和田。えー、っとですね、この、 2は大月なんですけど、えー、胡椒が因を切って流したところを、流したりもつ、番手でもつれたりしたところを、鳥取が叩く流れ。それで、えー、6、2、1、5と、えー、続く流れですね。まあ、6、2、 さえっ、ー、と、吉田の3、1、5もあるかもしれません。あ、えっ、ー、と、5、1ですね。すいません。えー、6、2、5、1です。その場合、あ、えー、の、大月の方が前にいるわけですから、まあ、鳥取がどこまで持つかというのもあるんですけど、あの、2日目の自力を見、えー、自力出しましたし、 もしかしたら大月、番手まくりも打ってくるんじゃないかなと。え、故障が、まあ、まくってくるでしょうかそれに合わせて踏み込むという感じになります。その場合、まあ、大月の優勝もあるんじゃないかなと。で、最後、やっぱ、オッズは安いですけど、結局力で平原がまくってく、まくりに切り替えてくるんじゃないかなと。まあ、あの、すんなりの展開の場合でも、 番手まくって、まあ、胡椒が何もしないとは思えないんで、番手まくる前に胡椒がこう、踏んできて、それを平原がブロック、ブロックしながら縦に踏む。そういうことで、えー、村上が、さえ突っ込んでくるという流れなので、7117はあるんじゃないかなと。 思いました。えっ、ー、と、村上はいつもあのー、ファンが多い選手なんで、人気になってしまうんですけど、今場所村上はそれほどの人気ではないです。なので、あの、オッズ的に美味しいと思いまして、裏を書いて、えー、行ってみることにしました。はい、以上。 決勝の予想をお送りいたしました、えー。関連ブログ、ツイッターをやっております、えー。説明欄にリンクを書いておりますので、よろしければアクセスしてください。またですね、えー、チャンネル登録まだされていらっしゃらない方、よろしくお願いいたします。また、あの、最後に流します、関連動画、動画プレイリストの方、 こちらの方も、あの、よろしければ、アクセスしてください。よろしくお願いします。ゲーム動画でいこうでした。